ワーナーパークに設置されたピッチクロックピッチクロックはアメリカの大学野球とマイナーリーグで採用されているルールでピッチャーがバッターにボールを投げるまでに使える時間を制限する仕組みである試合時間の短縮を目的としているピッチクロックは採用されている場合でも塁上にランナーがいない場合に限定されている野球は アメリカの4大スポーツの中で時間制ではない唯一の競技画がファン離れを防ぐために試合時間の短縮を目指し様々なルール改正が検討導入されてきたしかし2014年にはメジャーリーグの平均試合時間は初めて3時間を超えている2018年の平均試合時間は3時間44秒でマウンドビジットリミッツ導入などのルール改正の効果もあって 前年度から約5分の短縮を達成した。一方でファングラフスによると MLB で1回の投球にかかっている時間は2008年の21.7秒から2018年の24.1秒と増加傾向にある。ピッチクロックはメジャーリーグでは2015年から採用提案が始まっている。アメリカの大学野球では2010年にサウスイースタンカンファレンスが ピッチクロックを試験的に導入している。ピッチャーはボールを20秒以内に投げなければ、ボールカウントが一つ加えられる。同様にバッターもバッターボックスから出ている時間がこの、クロックで5秒を超えると、ストライクが一つ加えられる。2010年のシーズン終了後に、全米大学体育協会がこのピッチクロックの導入の義務化を検討し、2011年のシーズンからランナーが、 類状にいない状況に限ってピッチクロック制度を実施した。プロリーグで採用されたのは2014年のアリゾナフォールリーグが最初である。2015年1月15日にメジャーリーグベースボール機構は2015年のシーズンでマイナーリーグのダブル A AA、トリプル A に20秒のピッチクロック制度を導入することを発表した。これによりピッチャーは セットポジションから20秒以内に投球しない場合は、バッターにボールが一つ与えられる。その他にも試合時間の短縮を目的にしたルール変更が加えられてはいるが、主としてピッチクロックの導入によって、2015年シーズンのダ AA ブル a プル a では平均試合時間が12分短縮された。導入から2ヶ月後のレポートでは、選手や、 クラブチームからは特に反発もなく、実際にペナルティでボールカウントを付与された選手からもそれほど不満は出なかったことが報告されている。MLB 機構と MLB 選手会は2016年に2018年度にメジャーリーグでもピッチクロックを採用可能かについて協議を行った。MLB 選手会は反対の姿勢で MLB 機構も 一方的に導入を決めることは可能なものの慎重な立場である、独立リーグであるアトランティックリーグは12秒のピッチクロックを採用している。ありがとうございます。